新城盆地の地形図新城盆地は山形県北東部に位置する盆地である。国内有数の豪雪地帯として知られている。近年では多数の巨木が点在する地域として脚光を浴びるようになった。中心都市は新城市。新城市、金山町、船形町、真室川町、大倉村、酒川村、戸沢村山形県の4地方のうち、 ほぼ最上地方の県域に相当するが、同じ最上地方の最上郡もがみ町は、小国盆地に位置する。抗議には、盆地の範囲に、新城市を含めた上記の7市町村と考えることができる。しかし盆地内には、比較的大きな丘陵や団丘が存在し、平坦地が連続する区域のみを、新城盆地の区域とした場合は、ほぼ、新城市に限定される。 四方を山地に囲まれ、東部に大武山脈、西部に出羽山地が連なる。盆地南部に最上川が流れ、その支流に酒川、最上小国川、道山川、角川などがある。おおむね、東から西に向かうほど標高が低くなり、多くの河川は盆地西部を南北に流れる酒川に注ぐ。新城市は、酒川の支流の増型川や伊豆田川の洗上地に、 一市、し真室川町や、酒川村は、西山丘陵を隔てた先の酒川流域に位置する。金山町は、新城市北部の断球面を越えた木に山川流域に、船形町は、盆地南部の最上小オ川流域に、大倉村や、戸沢村は最上川流域に位置する。盆地特有の気候で1日の寒暖の差が大きく、また年間を通じ日照時間が短く冬季の、 降雪量が多い。特に降雪に関しては、国内有数の豪雪地帯に数えられ、平野部でも積雪は1メートルを超える。理由としては、もがみ川を吹き抜ける北西の季節風が、積稜山脈の大雨山脈にぶつかり、その西側で多く降雪するためである。同様の特徴が、小花沢盆地でも見られる。湿度も高く、梅雨の季節には、家中の床や壁が全て湿り、 水滴が浮き出てしまうほどである。夏は盆地特有の高温となり、日中は熱が滞留する。ただし夜は熱が抜けて上空から冷気が降りて涼しくなるため寝苦しくなることはない。四方を山地に囲まれ、また積雪量も多いために交通網の整備は遅れてきたが、近年山形新幹線が新城まで延伸し、 小花沢新城道路が整備されるなど、域内の交通環境は、飛躍的に向上している。新城市は交通の要所であり、新城駅を中心に、路線は四方に伸びる。鉄道同様、新城市は交通の要所であり、道路は四方に伸びる。なお、盆地内から、他地域に出る際は必ず峠や峡谷峡といった難所を、経由する。現在は、 トンネル等整備され快適な道となっている。新城盆地を南北に貫く活断層。長さ約11から2 3トルで平均的な活動周期はおよそ2000から3000年。将来の地震発生の予測では今後30年以内にマグニチュード6.6から7.1程度の地震が発生する確率は0.7から1%である。 埼玉川流域の盆地、平野山形県の四つの地方。ありがとうございます。